はい、えー、それではですね、マーカーズビュー見ていきたいと思います、はいえー。このマーカーズビューはですね、今回のアップデートで新たに搭載された、えー、新しいビューになります、えー。シーケンス上のマーカーの一覧表示が可能になります。また、ショートカットキーはオルタネートキープラス6になります。 また、えー、マーカーですね、の情報を、えー、バーインメタデータの中で、えー、使って、えー、クリップにですね、その情報を焼き込むということも可能になりましたではその辺をですね、見ていきたいと思います、はいえー、こちらのシーケンスですね、まあ、マーカーがこう打たれてますけれどもこれらのマーカーを一覧表示 することがこちらでできます。えー、オプションから小ーマーカーズを選びます。はい、そうしますと、えー、画面の右側に、えー、マーカーズビューが表示されてきます。マーカーの名前や、えー、TC、えー、マーカーのタイプですね、えー、通常のマーカーなのか、セグメントのマーカーなのか、また、えー、マーカーの色ですね、あとはコメントなどが表示されています。でまあ、こちらの 各マーカーをですねダブルクリックするとその場所にですねカーソルがこう飛んでくれるようになっています。と例えば、えー、この名前などですね、えー、まとめて変更したい場合ですね、複数選択して名前を変更するとです、ね、こう一気に名前を変更したりということもできますし、えー、あとはこちらの 名前や TC などのですね、各項目のところをクリックすると、相、え、当、ー、をかけることが可能です。はい、でこの相当以外にもですね、フィルター機能も持っています。フィルターをオンにしていただいて、例えば、セグメントマーカーだけを表示する、通常のマーカーだけを表示するですね、それ以外に、 カラーですね、色で、えー、フィルタリングをすることも可能ですそれ以外にあとは、えー、名前でフィルタリングコメントでフィルタリングということも可能になっています1つですね、えー、マーカーを打ってみます、はい、マーカーを打つと、えー、ここにですね、えー 追加されれてくるんですけれどもコメントが自動的にこう入っています。でここに入ってくるコメントですね、まあ、何の情報が入ってくるかの設定は、プリファレンスの中のですねタイムラインのこちらのデフォルトマーカーコメントになります。でこちらのデフォルト設定は、ですねユーザー情報とあとマーカーを打った時間ですね。 これがまあデフォルトになっているんですけれどもえ、必要に応じてですね、えー、ここで新たな、まあ、トークンをですね、指定してあげることによって、マーカーを打ったときに、デフォルトで打たれる情報で入るコメントですね、がここで設定することが可能になります。 1>, ではですねえー、1つビデオトラックを追加しましてここに対してバインメタデータを適用したいと思います、はい、そうしましたらバインメタデータに入りますこのバインメタデータの中で今回のアップデートでマーカー機能が搭載されましたでこちらのマーカー機能でマーカーの名前ですとか コメント、あるいはマーカーの色を反映するかどうかですね、などの設定ができまして、ここでですね、設定したものをクリップに焼き込むということが可能になっています。このような感じですね。 えー、バインメタデータの中でマーカー情報を使うことも可能です。はい、以上がマーカーズビューの機能になります。